2012年5月19日、茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園です。ここは森のアスレチックコースのエリアです。ひたちなか市は福島第一原子力発電所からおよそ120キロの距離にあります。この地図は群馬大学の早川幸夫教授が作成した放射線量の等高線マップです。この場所の放射線量は胸の高さで現在 0.52。0.53 マイクロシーベルトパワーです。ひたちなか市は市が管理する市内の公園の放射線量を測って、線量が高いところでは除染の計画などを立てています。しかしこの国営ひたち海浜公園はひたちなか市が管理する公園ではありません。国土交通省関東地方整備局国営ひたち海浜事務所の管理事務所が管理しており、放射線量等は発表されていません。電話で問い合わせしましたが、管理事務所のスタッフはこのように答えました。放射線量は一切測定していません。